日本埼玉県所沢市東所沢東所沢は埼玉県所沢市の町名。現行行政地名は東所沢1丁目から東所沢5丁目。郵便番号は359-0021。所沢市内の東部、柳瀬地区に所属する。JR 武蔵野線東所沢駅の駅前周辺、及び北側を範囲とする。 亀ヶ谷、坂の下、城、本郷、東、所沢和田、新郷、日秘伝と隣接する。町域内は、同線の線路開通と同駅開業に伴って開発整備された市街地で、駅前通り沿いには店舗が隣立し、住宅地には公園も多く点在する。駅北側に位置する一丁目より、イカ時計回りに、 線路南側の5丁目まで設置されている。町境南端に埼玉県道、東京都道179号、所沢大目線が通り、北側の町境は東川の流れに沿っている。東所沢駅前通りの歩道には、全国初となる LED で光るイルミネーションマンホールが28基設置されており、角川に関連するアニメキャラクターが描かれている。 光が丘駅から東所沢駅まで大江戸線の延伸構想があり、開通した場合は駅から南側に向かって付設される予定である。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば東所沢山丁目20番7の地点で16万4000円平方メートルとなっている。2017年9月30日現在の世帯数と 人口は以下の通りである。地内に JR 東所沢電車車庫が置かれている。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通り。ありがとうございます。